毎日ポジティブ。はい、ポジティブ17年スーパーポジティブティーチャー福地でございます。このチャンネルはですね、私が毎日ポジティブことを発信することによって見ていただいている視聴者の方が少しでも前向きにポジティブになっていただければ嬉しいというポジティブチャンネルでございます。さあ今日はですね、繁盛店のラーメン屋さんのアルバイト4日目を終えてきました。ようやく、しっかりとですね、睡眠をとった状態で今日はですね、出勤できてですね、やっぱりちゃんと寝ると、まあ、6時間の仕事なんですけども、ちゃんと寝るとね、やっぱりこう頭の回転もですね、すごくいいですし、動きもですね、俊敏にできますし、やっぱりこう、まあ、不安とかね、緊張とかでなかなか眠れなかったんですけど、今日はしっかりと寝て仕事ができました。なのでですね、本当に軽快に動くことができました。まあ、まだまだ覚えることがね、本当にもう無限にあるんじゃないかっていうぐらいですね、本当にいっぱいこう覚えることが多くてですね、いやすごくありがたいなと思います。まあ、シンプルなことをね、ずっと突き詰めてやるのもね、すごく大切なことだと思うんですけども、とにかくね、やっぱりオペレーション、しっかりとしたオペレーションがお店にはあるので、一つ一つね、覚えることが、もうこれ覚えたらもうすぐ次に覚えること、またすぐ次に覚えることって言って、もうやっぱりノートをね、どんどん取っていって、それを頭の中で整理しないとやっぱり全く追いつけない。自分がね、もう飲食をやり始めた、もう23年4年ぐらいやってるんですけど、それでもやっぱりこれぐらいこう新しいところに行くと、場所も分かんなければやり方も違かったりとか、そのお店独自のね、ルールがあったりとかっていうので戸惑うのに、本当に何の飲食未経験の人がね、いきなりそういう仕事をやった時にやっぱり何にも分からなくて心が折れちゃう気持ちも本当に分かりますね。はい、40歳になってね、またアルバイトを一からっていうことをやる、このもうなんかうまくいかないこの気持ちだとか、実際ね、本当にスマートにもできてないところがね、不格好なところすごくいっぱいあるんですけど、一番僕がね、一番大切にしてることは、やっぱりこうお客様に迷惑をかけないっていうのがすごく僕の中であってですね、今日はこうラーメンの提供のやり方を教えてもらったんですけど、なかなかね、こうまだ持ち方、ラーメンの器を持つのに慣れてないので、どうやって持てば熱くなくて片手で持てるのかとか、どうやってこう私とお客様がすごく気持ちよく受け取ってくれるのかとか、いろいろね、本当にあるんですよ。でまだ体も馴染んでなくてですね、慣れてない場所なので、本当に慎重に、本当無茶だけはしないように、無茶してひっくり返しちゃったらもう最悪じゃないですか。お客様にもそうだし、作ってくれた仲間にもそうだし、お店の看板もそうだし、そう考えるとものすごい慎重になるし、やっぱ顔がね、こわばってしまうっていうのは、やっぱものすごく真剣に集中してやってしまうと、そんな中笑顔でやるってそりゃ無理だよっていうのをね、自分が違う別のチェーン店の店長でやった時に、アルバイトの子がなんでこんなに怖がってしまうんだろう、なんでこんな素敵な笑顔があるのに笑顔を出せないんだろうっていう気持ちが本当に分かりますね。もう集中してるからなんですよ。集中してるとやっぱ顔はね、本当マジな顔になってしまって、それミスれないですから、ミスってお客様にね、かけてしまう、大変なことになっちゃうんで、でいろいろこう考えてね、やっぱりこうこわばって緊張してしまったりとか、まあ、そこを注意されてたりもするんですけど、まあそうやって自分の新たなこうことをね、発見できるっていう、本当にいい経験をね、今させてもらってます。まあ今回ね、時短営業になって、このポジティブ居酒屋もね、短い時間なんですけども、昨日もね、本当多くの方にも来てくれて、ですごく嬉しいのはやっぱり料理をね、褒めてもらったんですよ。昨日うまいって言ってね、美味しそうに、もう定食屋だと思ってね、来てくださって、今6日連続来てくださってるで、方いるんですけど、まあ、それもねすごく嬉しいですし、一人でねコースを頼まれる方も昨日は3人いらっしゃってですね、まあ、それもすごく嬉しいですし、やっぱね飲食はね、本当に僕のもう天職ですね。本当にもう天が与えてくれた僕は仕事だと思ってます。なので今日もね、もう17時からもう行くよっていう人がね、もう2人、3人、4人ぐらいいるんで、
すごくね、今日も最高のスタートダッシュを切っていい営業をしていきたいなと思います。まだまだねアルバイトも慣れてないので、本当にこう毎日いろいろ大変なんですけども、まあ、こういうふうにね新たなことをできるっていうこともね幸せに感じて、今日もねしっかりと小指坂終わった後も復習して予習して、明日また新たな仕事でいろんなことを覚えて頑張っていきたいなと思ってます。まあ、この今まん延防止期間ではあるんですけども、せっかくなんでね何か新たなチャレンジ、普段感じないことしないようなことをねチャレンジしてみてもねすごくいいんじゃないかな。実際今僕はそういうふうにやっているので、あとゴミ拾いはですね今今年に入って1日も欠かさずゴミ拾いをやっておりますので、それも継続してやっていきたいなと思います。はい、ということで以上毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。